反省と国民が政治に参加すると書いて反省と、普通の人たちが今の政治を変えたい、今の日本を変えたい、普通の人たちが思い一つで集まった政党になります。まだ新しい政党でありますが、本気で今の日本を、今の政治の在り方を根本から変えていこうとしている政党になります。日本で10番目に大きい政党です。2020年に結成され、2022年に国会議員が登場して、今では全国で140名以上の政治家がいます。そしてこの愛知の地でも10名以上の政治家がいます。そして全国で10万人の方が党員になってくれてます。集まってくれた党員の方々は普通の人たちで、ただ今のこの日本がおかしい、今の政治の在り方を変えたいと思い立ち上がってくれて、皆さんが集まって思い一つで集まった政党です。そして全国で140名以上の議員がいます。その議員も普通の人たちが、皆さんと一緒の一般の人たちが、今の日本を変えたい、今の政治を変えたいと思い手を挙げ、勇気を持って立ち上がってくれた人たちが政治家になってます。そしてこの私、プロボクサーの村井隆弘、この私、村井隆弘も普通の人です。私は今の日本を変えたい、今の政治の在り方を根本から変えていきたいと思い立ち上がらせてもらってます。私は皆さんみたいにレールに引かれた人生ではありません。いい高校に行ってなければ、いい大学にも行ってません。私は現在こうやって皆さんの前でお話しさせていただいているのも、プロボクサーとして活動しているのも全て意味があります。私は育ってきた環境が根源にあります。複雑な家庭環境で生まれました。2つ上の兄とは父親が違う、弟2人がいるんですけど、弟2人とは母親が違うと、そういった家庭環境で生まれてます。両親は僕は生まれてすぐ離婚しています。2年間父と母は真剣の取り合いをしました。物心ついた時からずっとなんで生きてんだろうと、いたらどうなるんだろう、そんなことを思いながら生きていました。小学校2年生と3年生まで自分の中で楽しいという記憶がほとんどありません。小学校もまともに行ってなければ、中学校もまともに行ってません。どちらかというと不登校だったと思います。うちの母親も今言われると、ネグレクト、そうだったんじゃないかなと思ってます。ただ私はそんな自分が嫌で、自分を変えたくて中学3年生の15歳の時にボクシングを始めました。そしてボクシングを始めて、当時の事務の会長に、17歳になったらプロボクサーになれるからお前なってみろと言われたのがきっかけで、ボクシングというスポーツを真剣に取り組みました。そして私は17歳でプロボクサーになりました。17歳でプロボクサーになって、
リングの上の高揚感を知りました。そしてその時に人に応援される喜び、人に必要とされる喜び、そういったものを人生で初めて知り、自分自身を構成して自分自身を変えることができたんです。そして18歳の時に新人王を取って、22歳の時に日本ランキングに入りました。そして大きな夢や目標を持つようになりました。日本チャンピオンになって、世界チャンピオンになって、影響力のある人間になって、一人でも多くの人たちに夢や希望を与えたい、そう思いました。ただ夢を持てば持つほど、夢が大きくなればなるほどプレッシャーに押し潰されて、プレッシャーに負けちゃいました。プレッシャーに押し潰されて、他の人で手と足を腐れる入院を経験しました。入院をした時、その当時本気でだと思ったし、ベッドの上で一生過ごすんだ、そんなことを思いました。ただその時に自分の中に根拠のない自信が生まれ、私は世の中を変えていくんだ、本気でそう思いました。そしてもう一つ、私は幼少期母親の愛情を受け取ることができず、母親の愛を感じることができなかったんです。ただその時、自分が理性を失って入院してた時、その時に母親の愛情を受け取ることができたんです。今思えば母親がいたからこそ今ここに存在できてるんだと思ってます。それと、自分が理性を失った時、自分がおかしくなった時、病院に入った時、全て鮮明に覚えてるんです。人の根っこの部分、人の奥底の部分が全て見えたような気がしています。入院してた時も看護師さんが僕のことをしっかりと人扱いしてくれてる看護師さんとか、僕のことを人扱いしてない看護師さんとか、そういったものも全て分かったような気がしています。そしてその時に母親が誰よりも僕のことを信じてくれて、誰よりも愛してくれてるんだな、そういったものも見えました。うちの母親もまともに育っていません。母親は中学1年生から自分で生活をして自分で生きてきています。母親も母親で愛情の注ぎ方を知らないだけでやって、母親なりに一生懸命育ててくれたんだな、その時に初めて感じることができ、初めて感謝できることができたんです。そして私は世の中を変えていくと思い、そこから自分のことを、今の自分の立場から、今の置かれている状況から、どういうことをしたらいいか、何をすればいいか、どうしたいか、常々考え、そして行動して、小さな成功体験を積んで今ここまで来させてもらってます。プロボクサーを一度引退して、就職で愛知の地に来させてもらってます。オープンハウスという会社、オープンハウスという上場している会社にも採用されました。私は26歳までボクシングしかやってきていません。最初はまともに
敬語も話せず、パソコンの触り方すら分かりませんでした。一番最初パソコンを落とされて設定してください言われた時に、電源ボタンの押し方さえすら分かりませんでした。私は社会人スタートはそこからスタートです。地元は大阪です。人脈もなければ、お金もなければ何もないとこから全てをリセットして、この愛知の地に来させてもらってます。覚悟を持って愛知に来てます。そのオープンハウスの時にも、やっぱりプロボクサーはバカなんだね、そういうレッテルを貼られました。すごいムカつきました。すごい悔しかったです。覚悟を持って愛知に来た、だったら数字で見返したろ、そう思い業務を真剣に取り組みました。入社して11ヶ月目で営業成績全国で1番を取り、マネージャーにも昇格しました。ただ数字をやればやるほど、自分の中に虚無感というものが生まれてきたんです。私は17歳でプロボクサーになって、人に無償で応援される喜び、ああいった喜び、ああいったリングの上の高揚感と比べてしまったんです。比べてしまい、プロボクサーに対しての未練がふつふつと出てきました。あの高揚感をもう味わえないと思うと、虚無感というものが生まれて、プロボクサーで復帰しないと何をしてても夢中になれない。そう思い、プロボクサーに復帰することを決心したんです。2年半のブランクがありました。決心して29歳でプロボクサーに復帰しました。そして去年の10月に日本ランキングにも復活したんです。そして那須川天心に試合のオファーをかけて、ヤフーニュースにも載りました。そして来年の3月に世界ランカーとも試合が決まりそうです。こうやって賛成党から皆さんの前で声を上げているのも全て意味があるんです。僕は29歳の時にプロボクサーに復帰を決心した時に、地元の大阪から選挙のオファーをいただいたんです。私は2017年の8月入院をして、そこから世の中を変えていく、そう思ってます。そしてプロボクサーで復帰した時、地元の選挙のオファーを来た時、最終的に政治家になって世の中を変えていくんだ、そう思いました。そして今年の6月にこの参政党、この参政党に出会い、ここの代表神谷宗平さんの話を聞いた時に、純粋に感銘を受けました。この人は言ってることとやってることの一貫性があるな、嘘を一切ついてないな、本気でこの政治の今の政治のあり方を変えていこう、今の日本を良くしていこう、この人は本気でやろうとしているな、と思いました。私も覚悟を持って信念を持って戦っているつもりでいたんですけど、私以上に覚悟を持っている、信念を持っている、本気で戦っている、お前もっと戦えよ、そう言われているような感じでした。私は世の中を変えていこうと思ってます。こうやって皆さんの前でお話をさせてもらってます。皆さん、子供やお孫さんがいると思います。我々世代じゃなくて、今だけ自分だけ、彼だけじゃなくて、自分たちの子供や孫、これから生まれてくる子供たちに素晴らしい日本を残す、本気でそう思い、その理念を掲げて立ち上がった政党なんです。国民が政治に参加すると、と書いて参政党です。今の政治家さんを見て、皆さんどう思いますでしょうか。自分だけ、金だけ、
今だけ選挙に勝つことだけしか考えてない政治家さんがほとんどなんじゃないでしょうか。今のニュースを見ててもそうじゃないですか。いろんな大臣クラスの人たちがいろんなことがどん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 めくれてきて、あれが真実なんです。あれが今の政治家の真実だと私は思うんです。その今の政治の在り方を根本から変えていこうと思い立ち上がったのがこの参政党です。オレンジ色、大々色が目印の参政党です。参政党の名前を皆さん名前だけでもいいのでぜひ覚えていってください。そしてこの私、現役のプロボクサーです。現役のプロボクサーの村井貴弘、私の名前も覚えていってください。そして私は今何がしたいかというと、私みたいな人間がこうやって立ち上がることによって、今政治に関心がない人たち、政治に興味がない人たち、今の選挙投票率が 50%、 半分の方が選挙に行ってません。その選挙に行ってない方々に少しでもいいから、ちょっとでもいいから関心を持ってもらい、選挙に行ってほしいです。そして私みたいな人間が政治に関わることによって、若い子たちにも政治に対して興味を持って、政治って何だろう、そして参政党って何だろう、プロボクサーの村井貴弘って誰だろう、ちょっとでもいい、何でもいい、まず覚えてほしいです。知ってほしい、興味を持ってほしい、そうやって思い、僕は立ち上がらせてもらってます。皆さんに少しでもいいです、1ミリでもいい、政治に関心を持ってください、興味を持ってください。我々が政治に興味がない、関心がないと同時に、政治家さんも我々国民に興味がないんです、関心がないんです。だったら政治、自分たちが選挙に勝つための政策、その政策しか考えないんです。お金のため、自分たちのため、そのための選挙に勝つことしか考えてないんです。そうじゃなくて、本当にこの日本を良くしていくにはどうしていったらいいんだろう、この日本を良くしていくために自分たちの子供たち、孫たち、その子供たちを守るにはどうしたらいいんだろう、そうやって思うことが一番必要なんです。そして子供の教育も変えていけないといけません。今の義務教育は明治時代に富国強兵の一環として作られてます。軍事力の強化、経済の発展のために、みんなが同じ方向で同じやり方で、そして日本は明治時代はそれでアジアで優秀な国になりました。そして戦後、高度経済成長期というものが生まれ、バブルというものが生まれ、日本は豊かになりました。今の義務教育で豊かになったのはそうかもしれません。ただ今はどうでしょうか。今の義務教育のあり方は正しいんでしょうか。日本はバブル崩壊後失われた30年と言われてます。そして今は失われた40年に突入したと言われてます。そして今はスマホが普及され、物や情報があふれ返っている世の中、自分で情報が取れちゃうんです。だったら自分で正しい情報を伝えていかないといけないんです。何が正しいとか何が悪いとかいっぱいあるかもしれません。そして今の義務教育を僕は変えていきたいと思ってます。今の義務教育もそうです。実際数字を見てどうでしょうか。今は不登校の子どもたちが約30万人いると言われてます。そして子どもたちの死者500人を超えたと言われてます。子どもが選ぶんです。そんな時代に今なってしまってるんです。皆さんもどうでしょうか。日本に期待をしてますでしょうか。未来に希望を持ってますでしょうか。持ってる方ってすごい少ないんじゃないでしょうか。閉塞感を抱いている方がすごい多いんじゃないでしょうか。でもそれってみんなが作ってると僕は思ってます。一番悪いのは政治家さんかもしれません。ただこれを作ったのは我々国民、市民、
我々にも問題があると思ってます。皆さん人のせいにしてませんでしょうか。指摘を持って自分が今やっていることに対して自信を持って誇りを持てていますでしょうか。まずは一人一人が自信を持って責任を持って誇りを持って今を一生懸命に生きること。私は難しい政策もそうですけど、まずはそういったことが大事なんじゃないかな。子どもたちの教育も大事かもしれません。ただまずは我々が一人一人が意識を持って危機感を持って自分たちが前を向いて明るく元気にやること、それって誰でもできるし今すぐできることなんじゃないでしょうか。そうやってみんなが前を向くことによって周りの人たちも前を向くんです。一人の意識が変われば周りが変わるんです。周りが変われば地域が変わるんです。地域が変われば社会が変わるんです。そして社会が変わればこの日本が変わっていくんです。そしてこの愛知の力、皆さんの手で皆さんの力でこの日本をいいものにしていきましょう。そして世界に発信していきましょう。